はい、皆さん、こんにちは、こんばんはー、というわけで、今回なんですけども、えー、6月からね、始まった、この定額減税なんですが、まあ、これのね、中身や問題点っていうのは、 以前にもね、ちょっと動画で解説したりしてるんで、よかったら見てほしいなと思うんですけども。で、この定額減税の一番の問題点は、これに果たして効果があるのかっていうことなんですよね。まあその理由は様々で、例えば一回限りであるということ、経理負担とかいろいろ考えた時には給付金でよくねえかっていう話もあるし、他にはこの6月から定額減税スタートするけども、6月には光熱費が上がるとか、 森林環境税がスタートするるとととか、か、まあ、そうういいいった行っっったてててここの関係性になってるやんけっていうこととかだからこの定額減税においての一番の問題点はその効果に期待が持てないってことなんですよね。で一応資産では今回の定額減税さらに住民税非課税世帯には7万円の現金給付っていうのがあるんですけどそれも含めて約5兆円を投入してるんですが経済効果0.19%っていうねもうほぼないに等しい資産が出てるわけです。 日本の GDP が500兆と考えれば、ざっくり計算、プラス1%の経済効果がないとあかんわけですよ。でも結果はプラス0.19ってことやから、財源あろうが使うやつがポンコツだったら、経済効果はゼロになってしまうってことが、今回の政策で明らかになったと思うんですけど、だから個人的には裏金問題もそうやねんけど、経済政策をここまで失敗させて、結果日本という国を衰退させていってんだから、もう十分やめろという理由になると思うんですよね。 ただ、この定額減税については、国民と政府では考え方が全く違うっていうところで、こちらの記事、定額減税、政権浮与の起爆剤になるか、効果を最大限発揮と岸田首相というわけで、まあ、岸田さん曰く、っていうか、まあ、岸田さんっていうか政府の連中ですね、自民党の連中曰く、今回の経済政策で最も重要なのは、この定額減税であると、まあ、経済成長ってことに関しては、まあ、賃上げっていうところをね、最重要課題っていうふうに言ってもしますけど、でもさ、国民が望んでるのはそこじゃなくて、消費減税と給付金じゃないですか。 でも政府の取った政策は定額減税と民間の賃上げなんですよね。だからすごいズレが生じてるというか、全くお話にならないわけですけど、まあ、ただこの岸田政権というか自民党においては、何かと難癖つけて、へりつ言って国民の望んでる政策は打たないわけですけども、まあ、それが自分たちの政策においては、自分たちが言ってることと真逆のことになってないかっていうところで、今回はこちら共有できたらと思いますんでよろしくお願いいたします。岸田文雄首相にとって6月から実施する定額減税は、政権の不賃もかけた一手となる。 一人当たり4万円のインパクトが経済の好循環に向けた呼び水となり、政権付与にも寄与すれば、今国会の会期末の衆院解散総選挙や、9月の自民党総裁選での再選が見えてくるからだ。減税しますから、ぜひ使ってください。そうすれば、景気刺激で給料がもっと上がります。そういう話なんだよ。首相は周囲にこう語り、減税による経済活性化に自信を示す。 6月に入れば改めて政策的な狙いの発信に政権を挙げて努めるというと。政権内には減税の積極アピールには慎重意見も少なくない。昨年11月に減税を盛り込んだ経済対策を閣議決定した際には人気取りのばらまきだ。 との批判が高まったたためだまた今月下旬に政府が企業に対し給与明細に所得税の減税額を明記を義務付けたことが報じられると6月に選挙の照準を当てて組み立てた選挙対策だ下心がありありだとの批判も出た企業の現場では事務負担増への不満も渦巻くだが明細明記など積極アピールには減税による所得増を目に見える形で実感してもらい消費行動につなげていくという政策的な狙いがある首相は減税の効果を最大限発揮するためで 行動経済学では当たり前だ。減税はどんどんアピールすると、周囲に意気込みを語ると。まあ、というわけで、この定額減税については、批判がめちゃくちゃあるんですけども、まあ、自民党、特に岸田さんの中では、こういった意図があるっていうことらしいんですよね。ちなみに、この最後のさ、記載の義務化についても、もともとこの定額減税っていうのは、増税メガネというあだ名が付けられたことに対して、岸田さんがムカついたから減税イメージをつけるために、定額減税にしたっていうね、話もあったりするわけです。これが決まったのが、昨年の11月なわけですよ。 そこから、まあ、6月ってことやから約8ヶ月ですかの時間がかかったわけですね。でも、それまでにあったことって言ったら、例えば12月にはあの裏金問題が発覚した。国民には負担増や増税だ。わーわー言うてるくせに、自分たちは脱税をしまくってたってことが明らかになった。今も続いてますけどね。で、さらに2月は確定申告。 そして3月には、インボイス制度始まって初めての消費税の納税。そして4月頃から、放熱費やガソリンなんかの補助金を打ち切っていこうかっていう政策だったり、子育て支援金の財源として保険料を上乗せしていこうかっていう話が出てきたりした。そして5月には自動車税や固定資産税の納税があったということで、定額減税開始までの8ヶ月の間に、 国民の納税とか負担増がものすごいあったわけですよ。だから、これ昨年の11月の段階で物価が高いからこの物価高対策っていうのを決めてるんですけど、国民苦しいって言ってるのに、納税とか国民側の負担増っていうのを先発にしてるわけよ。普通さ、物価が高いって言ってんだから、物価高対策先発じゃないでもそうじゃなかった。この負担増に乗り越えてたやつだけに、粗ややこしい政策を施してやるよってことになってるわけ。 で、さっきも言ったけど、データとして全く効果がないっていうのがあるから、この明細の記載義務化っていうのをして、目に見える形で実感してもらうと。結果、ついたあだ名が恩癖メガネとかでしょでもそれをするんだったら、 普通にさ、消費税を減税してくれたらよくない消費税が下がってます。例えば今10%がとりあえずゼロになりました。一時的にも。ってなったら、どう考えたって目に見える形で実感するじゃないですか。だって10%オフやねんから。あとは所得増を目に見える形って言っても、それやったら給付金でええやんか。手元にお金があって、物価が下がってんだから、それで消費行動につながるんじゃないのって思ったりするんですけどもね。 というか、まあ、それが当たり前の話じゃないのかなと思ったりするんですけどもね。ただまあ、こうやってね、定額減税においては、この岸田さん、減税はどんどんアピールするっていうふうに言ってるわけですよ。それでまあ、要は、国民にありがたがられたいっていうことだと思うんですけど、記事の最初であった通り、こちら、経済の好循環っていうふうに言ってるわけですよね。 具体的には減税しますからぜひ使ってください。そうすれば給料がもっと上がります。そういう話なんだよ。まあこういうふうに言って、減税による経済活性化に自信を示してるわけです。で、ここだけ聞いたら確かに言ってることはその通りなんですけど、そのためにやる政策が定額減税なんですよね。それがおかしいやって思うんですよ。じゃあそのための政策は何がいいのかったら、それは消費減税でしょ。じゃあその消費税減税に対して、この物価高対策を議論してた時から、岸田さんは一体なんて言ってたのかっていうところでね、一旦こちらの動画をご覧ください。 3つの効果があると思うんです食料品をはじめ生活必需品値上がりがこの間16%に上ります消費税を下げれば買い物のたびに減税効果が出ます生活必需品の値上がりは所得の低い人ほど負担が重くなりますが消費税ももともと所得の低い人ほど負担が重い税制ですしたがって減税すれば所得の低い人ほど軽減されますそしてインボイス複数税率の下で必要とされますから 一律5%にすれば必要なくなります。この消費税減税の三つの効果について総理いかがでしょうか。この複数税率消費税を引き上げる際にこの負担、えー、負担増をを和らげる、えー、こういった観点から導入されたそう制度でありますので複数税率は。 あこの維持すすると申し上げておりますそのためにインボイス制度は必要になりますぜひこの消費税については現状を維持しそしてインボイス制度についてご理解をいただけるよう努力を続けてまいります、はい、山添拓君いや下げるんですから委員にあとの2つの効果についてもご意見を伺いたいんですあの項目については今申し上げましたがそもそも引き下げるということは考えておりません いやだから考えておりませんので引き下げる効の効果ということについても考えておりませんいやだって、ねまね、の中から所得税を選んだとおっしゃるわけですから消費税についても下げたらどうなるかとこの効果の検討されなかったんですかはい岸田内閣総理大臣え消費税を下げることは県外検討いたしませんでしたあ はい山添拓君あの効果があるからこそ、すでに107の国と地域で、何らかの付加価値税の減税に踏み出しているわけですね。というわけで、まあこれがですねまあ結構衝撃的だった2023年11月1日の参院予算委員会での岸田さんの答弁なんですが。 これだから11月の国会過ぎだから、この時点でもう定額減税じゃなくて消費減税の効果があるやんけって話をしてるわけ。でもここでさ、もう衝撃的な答弁消費減税そもそもやる気ないねんから、消費減税した時の効果だって考えてませんと。いやいや、国民の声聞いてたんかこいつって話じゃないですか。 でまあ、後ろのさ幹部連中も軒並み笑ってますけどそんな面白いかなこれまあ、この後にさ裏金問題発覚するわけですからこいつらさ裏金で、まあ、自分たちの懐はぬくぬくなわけやからさ、まあ、国民の生活なんて何も知らんって話だと思うんですけどさっきの記事では今回の定額減税では経済の好循環に向けた呼び水になってるんでしょ今回の定額減税は経済の好循環に向けた呼び水であると。 減税すんねんからぜひ使ってくれ。消費行動を起こしてくれって言うてるわけじゃないですか。じゃあ消費行動を喚起させたいんだったら、なんで消費税っていう選択肢がそもそもないねんって話ですけどもね。で、さらにこれ減税しますから使ってくださいってことやから、減税したら消費が喚起するってことでしょ実際減税による経済活性化に自信を示してるってことですからね。じゃあ減税すれば消費喚起されるんですよね。岸田さん自身がそうやって言ってるっていうことを踏まえて、次はこちらの動画をご覧ください。 消費税を引き下げるということになりますと、引き下げに伴う買い控え、あるいはこの将来に対してまた戻すということになりますと、このと消費に関して、えー、消費が減退するなど、えー、こうした副作用、ずいぶん大きなものがあります。まというわけで、まあ、これはですね、2021年10月の党首討論会での岸田さんの発言なんですけど、だからもう約2年半ぐらい前かな、その時からずっと言ってるんですよね。でもこの時岸田さんててて言言ってたかっったたから 消費税を下げると、買い控えが起こるって言ってるんですよ。え減税したらさ、消費行動が喚起するんじゃないのだから定額減税で減税効果をさ、めちゃくちゃアピールしてんじゃないの減税しますからぜひ使ってくださいって言うてるんじゃないでも消費税だけは違うんですって。下げたら買い控えが発生するんですって。で、さらに続きには、また戻すということになったら、まあ、消費が減退するという副作用があるみたいなこと言ってるんですけど、ま、あそもそもこの消費税をまた元に戻すみたいな、そんな話を今からしてる時点どうかとは思うんですけども、 まあでも戻すということになったら、また消費が減退するっていうんですけど、減退するかな駆け込み需要が爆増せえへんかないつもそうですよね。増税するために駆け込み需要があって、増税した後にはめちゃくちゃ消費が冷え込んてるっていうデータ出てるじゃないですか。だから岸田さんの言ってることは僕ちょっとよくわかんないですよね。まあこれはちょっと言葉の勘違い。消費税を元に戻した後が消費が減退していくよってことだったら、まあその通りですよ。じゃあもう消費税増税なんてやめたらええやん。でもこの人たちやってるやん。さっき言ってましたよね。消費税下げてたそんなん考えてもない。 だから、減税による経済活性化っていうことをやりたいわけでしょだから、一つの疑問は、定額減税やったら、減税による経済活性化っていうのができるのに、消費減税やったら、買い控えが起こるからそうならないって、その理論は何なのもっと言ったら、定額減税を明細に義務化すれば、目に見える形で所得増になるから消費高度につながるのに、消費減税をしても消費高度につながらずに、逆に買い控えが起こるって、どういう理論な なんでそんなことになるのかをちゃんと教えてほしいんですけど。逆にさ、消費減税したら買い控えって言うけどさ、すでに物価高で買い控え起きてるんですけど。だからさっさと減税しろって話をしてるんですけどもね。強いて言うなら、この買い控え。消費減税をするまでのそのラグ。消費減税を決めました。でもそこから例えば3ヶ月後にやりますっていうのは、その3ヶ月の間は買い控えが起こるだろうって。そういうことだって言うんだったら、じゃあその間はさ、あなたたちが大好きなポイントとかクーポンを配れやんや。 言うてもさ、これ11月に決めた定額減税で8ヶ月後にスタートしてるってこと考えたらさ、消費税減税は時間がかかるっていう理論もさ、もう破綻してるとは思うんやけど、仮にこの11月に決めたのが消費税減税でした。で、その実施時期は6月からです。じゃあこの8ヶ月の間は、 8ヶ月後に10%オフに何年から買い控えが起こると。じゃあその8ヶ月の間にしか使えない。期間限定のクーポンやポイントを配布すりゃいいやん。消費税減税してたら時間かかるからダメ。逆にポイントとか給付の方が速攻性があるって言って。速攻性がないとさっさとやったらいいや。で、それを期間限定にすりゃさ、つなげれるや。んそれで消費税減税までのタイムラグの問題は完全に解決すると思うんですよね。逆に言ったら、買い控えがその間起こったところで、始まってしまえばそれを上回るぐらいの爆発的需要があるから、 そんなことを心配する必要がないと思うんですよね。でも消費税減税すれば買い控えが起こるってね、思ってんだったら、現実的にそうはなってないっていう民間企業のまあ事例みたいなのもちょっとあって、それが僕これだと思うんですよ。13-1ンン最大10個のアイスを選べる欲張りフェス、販売終了で謝罪、カップ等の安定強化が見込めず継続することは困難ということで、まあ、これね、まあ、知ってる方は知ってたと思うんですけど、13-1でン,ンでね、このアイスクリーム屋さんが欲張りフェスというものをやってたんですが、それを前倒して終了するということを発表したと。 中身としては31アイスは5月9日から5月30日まで実施する予定だった欲張りフェス。通常メニューである小サイズのアイスクリームが3個入って570円のトリプルポップというものにアイスクリームを最大10個まで増やすことができるイベント。アイスクリームが7から10個の場合は通常よりも大きい専用カップで提供されるということなんですが、この1個あたりを 100円で追加できますよと。それがマックス10個までできますっていうのが今回の欲張りフェスというイベントだったわけです。で、もともとこのトリプルポップっていうのが570円。まあ、1個190円っていう計算になるのかなになるんですけど、それが4つ目以降は1個100円やからさ。ま、あおよそ45%オフぐらいになってるわけですよ。一つの値段が。めちゃくちゃお得なわけや。要は価格が下がってるわけでしょ。するとどうなったか。 信じるやられへんぐらい反響があって、5月30日までやる予定やったものを5月15日で早期終了するというふうに発表したわけです。一応この公式発表の早期終了の理由っていうのは、こちらですね、13日に店舗でのカップの品切れなどが発生していること、その後もカップ等の安定供給が見込めず、継続することは困難であるとの判断に至りました。したがって、15日をもって本キャンペーンの販売を前倒し終了とさせていただきます。深くお詫び申し上げますということに謝罪しているということで、 価格が下がったことによって需要が爆発的に増えた。そこで必要なのが供給能力なんですよ。要はこの回の31でいうところのカップの供給能力っていうのが足りなかったわけ。だからこの31の欲張りフェスを教訓にするならば消費税を一時的に廃止にすることによって10%の価格が下がります。ってなったら爆発的に需要が増えるわけですよ。その時に必要なのが安定した供給能力。だからまあその消費税を減税するとか廃止するっていうけども、まあ即廃止にしたら 供給能力が足りないっていう可能性があるから、段階的に530みたいな形でね、下げていってもいいんじゃないかっていうふうに思ったりするけども、でも一段階目として、とりあえず物価を下げてあげる。そのこうをすることによって、需要が高まるんだから消費が喚起される。経済活性化に繋がるっていうことや。すごい良い事例が僕、近々にあったと思うんですよね。逆にこの31の欲張りフェスが前倒しに終了したっていう、この一件が、さっきの岸田さんの消費税を減税すれば、買い控えが発生するを、 完全に論破してると思うんですけどもね。だからそれでもやらないんだったら、この31で起こった事例っていうのは一体何だったのかっていう説明。プラス、定額減税だったらみんなが消費行動するのに、消費税を減税したら買い控えが起こって消費が減退する理由っていうのを納得いくように説明してほしいなっていうふうには思います。はい。それができないんだったら、俺たちは日本経済を良くしようなんてことが1ミリも考えてないっていうので間違いないと思います。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。